どうもハピネスダークのハピネスです。今回はですね C3 さんというねフリーゲーム制作サークル C3 さんの制作されました宵闇の影というねゲームをテーマにラジオ動画の方を展開していきたいと思います。今回はですねしかもねただ俺がねこうダラダラとねバーって喋るだけではなくてですねじゃあ紹介動画ということなのでね C3 さんのまあプロデューサーのねリーダーのガジュさんシシャモさんからですね制作時のエピソードとかあとおすすめのポイントとかねガジュさんシシャモさんのフリートークとかねそういうのをねちょっとハピネスの方が一部ね質問させていただいたこともあるんですけれども今回ねこの動画を通してガジュさんシシャモさんがどのようにして宵闇の影をね作られたのかというねそういう内容のラジオ動画やっていきたいと思います。さらにですねまあちょっと貴重と言いますかなかなかねお目にかかる機会もないとは思うんですけれども登場人物のね一部ラフ画なんかもね紹介させていただくことになりましてそうなんですよいろいろとねちょっと詰め込まれたねやつね長くなっちゃうかもしれないんですけれどもねもう内容はねその長さにね見合ったものになると思うのでねでですね最後の最後にはですねハピネスの方がねちょっとこの動画を見ている人向けにですねフリーゲーム好きな人もやったことない人向けにもですねちょっと宵闇の影ってこういう雰囲気のゲームなんだぜみたいな感じでちょっとねゲーム中の映像を使いつつ1分ぐらいの短い PV なんかもね制作させていただきましたのでそちらもね合わせてね最後までご視聴いただければと思います。それじゃあね早速ね、やっていきましょう。まあそもそもね宵闇の影これ知ってる人もいれば知らない方もいらっしゃるとは思うんですけれども宵闇の影ってなんぞっていう話なんですよね。宵闇の影ってその C3 さんの作ったフリーホラーゲームのジャンルに入るんですけれどもまあ半ばミステリーみたいな要素も俺は強いんじゃないかなと思いつつやってたりはしたんですけれどもそうハピネスはね実況動画をこれ投稿させてもらってそこから C3 さんとのつながりができたっていう感じだったんですけどまあなかなかねこう雰囲気はホラーホラーしてるだけどまあC3 さんの方も言ってるんですけれどもこの追いかけっことかねそういうなんか際どいホラー的要素が詰め込まれたものというよりは本当になんかまったりとしてるんだけど随所にこうドキッとするような要素があったりねただもうフリーゲームやったことある人からやったことない人までみんな触れやすいゲームっていうテイストでね制作されているそうです。はい、まあ、ゲームの概要としましてはですね、こちらねホームページにも記載されてるそのあらすじというかテイストのそのまんまの天才になるんですけれどもゲーム概要がですね、現代オフィスを舞台とした探索アドベンチャーゲームです。ザッピングというシステムを使い、物語を別の登場人物の視点から見ることができます。これがね、もうこのゲームでいうところの斬新な要素なんですよね。だ主人公とヒロインがいたとして、主人公の方が進むとヒロインはどうしてたのかなみたいな、そういう風にこう一方だけじゃなくてもう片方の視点も見れるみたいなね、そういうシステムがね、入れ込まれてるらしいんですけれどもでゲームを進めるために必須ではないんだけれどもオブジェクトの反応を見ることで物語とか登場人物への理解が深まるように作られているそうでやってみると分かるんですけれどもこう一箇所調べるだけでもセリフが一個一個違うみたいなすごいんですよ。例えばこのものを調べててふと思い出したことをなんかこうつぶやいてるみたいななんかじゃがいもを見てあそういえば今日の晩ご飯カレーにしようかなとかそういえばカレーって嫌な先週も食べたけどあれめっちゃうまかったなとかなんかそういう連鎖反応から思い出したあれをつぶやいてる的な感じなんだろうなって俺は思ったんだよね。主要のものというかその大事な調べなくちゃいけないところは本当に分かりやすくね作られているので本当にフリーゲームやったことない人でもねこう迷ったりなんか積んだなーみたいなことはね比較的少ないと思いますね。ていうかまあほとんどないんじゃないかなと思います。エンディングは4種類です。スタッフロールが表示されるエンディングは3つです。そうエンディングは4つあるんだけどスタッフロールがバーって流れるのはうち3つ。まあなかなかねボリュームもあるって感じですね。はい、イラスト BGM キャラクターチップなどは全てオリジナルです。マップ素材も動くように改変しております。細かい演出などぜひお楽しみください。マップ素材も動くように改変してるっていうのはこれもうね C3 さんのこだわりみたいなところだと思うんですけれども動くんですよ。本とか調べると本棚とか調べると本をちゃんと開くんですよ。ふぱっつってで引き出し調べりゃ引き出しが開くし
すごいんですよね。おおっつって、俺初めて実況やった時にあれはすっごい感動した要素でしたね。はい、そんなまあ宵闇の影なんですけれども、それをね作るにあたってまあいろいろと大変なこと、あるとあったと思うのでね、そのあたりをねハピネスがちょっと質問をさせてもらって、それでテキストにまとめていただいているのでね、それをねちょっと読み上げつつ、ハピネスのね思うこともねちょっと一部紹介しがてらラジオの方進行していきたいと思います。はい、ガジュさん、シシャモさんの制作時エピソードということでね、こちら早速、ガジュさんのコメントですけれども、毎作喧嘩しておりますいやーすごいよね。夫婦で作っているのでたまに離婚の危機になります。ゲーム性の違いで離婚は避けたいですね。ギャラリーモード&スペシャルは4日で仕上げ、ほぼお互い熱の作業でした。地獄とも感じる暇もないくらい忙しかったです。いやー本当にね、このゲーム性の違いっていうのはもちろんあるとは思うんですけれども、ところどころね、ただそれをいかにお互いで整合性をとって、まあいいものを一つの作品を作り上げていくかっていうところはね、その流れでまあ喧嘩があるみたいな。いやでもね、本当にいいものを作ろうと思ったらね、喧嘩もするよって感じですよなんかね、なんか俺もそんなこうゲームとかゲーム開発とかそういうのはもう全然知識もないし、そんな疎いんだけど、どういう風に作ってるとか全然わからないんだけれども、なんかこうものづくりに関して喧嘩するっていうのはね、なんかすごい気持ちがわかるなって共感しちゃう部分なんですよね。でゲーム進めるとね、やり込めばやり込むほど、ギャラリーモード&スペシャルっていうのが、あるんですけれども、まあ、それをほぼ4日で仕上げるっていうね、4日って結構長いんじゃないって思うかもしれないけど、絶対4日でやるっていうのはね、もう寝る間も惜しんで、あーっつってもう体調大丈夫ぐらいなレベルだと思いますね。もう地獄とも感じるですからね。いや本人たちからのね、その地獄とも感じるはね、俺らの想像を超えてると思うな決して楽じゃない道がねそこにはあるって感じですね。はい、続いて宵闇の影リリースは12月30日だったんですね。はい、でコンテストの締め切りが31日、こちらですね、コンテストちょっと後ほど、紹介したいと思いますけれども、コンテストの締め切りが31日だったので滑り込みでした。共通の友人がデバッグを同時期にすごい頑張ってくれて助かりました。いやこのねコンテスト、実はですねこの宵闇の影が本当にすごくてですね、きちんとした実績もあるゲームなんですね。2017年4月28日宵闇の影がですね、フリームさん第12回フリームゲームコンテストっていうところがありまして、そうフリームさんっていうところでフリーゲームをいっぱい掲載しているサイトさんなんですけれども、そちらのね、コンテストで短編部門の金賞を受賞するというね、素晴らしい実績ですよね。さらにはですね、2017年12月25日にフリーゲームオブザイヤー2017で第13位をね記録するという、かなりのね上位のランクに入ってるという、いやーこれはね本当にやってみるとね、あーなるほどというね納得がねいく作品になってると思います。はい、まあデバッグってのもね大事でね、これね共通の友人がデバッグを同時期にすごい頑張ってくれてっていうのはね、もうデバッグはこのゲームの良し悪しに関わってくる部分ですからね、本当にそのバグが1個潜んでるがためにこのゲームがちょっと品質落ちるとか、そういうレベルですからね。うん、でデバッグって言ってもね、1個デバッグ取ってもどこからどこまで見ればいいのかっていう、そのスケジューリングもすごい大事なんだよね。例えば1から100もちろん見るのは大事だし見れると思うんですよ。ただそのためには膨大な時間がかかるし、でも決定的にここだけは絶対見とかなきゃいけないよねっていう部分もあるし、そういうのをね、あの制作のガジュさん、シシャモさんたちがね、どうやってこうデバッグする人たちと会話をして、じゃあこういう風にやっていきましょうかっていう、その気回しもね本当に大変な作業だったと思いますね。もう開発外できてからも大変みたいなね、そういうのを感じますね。続いてですね、ラストのはしごを上り下りする際、まあこれはやった人だとね、あのあーそこかと分かるところだと思うんですけれども、効果音が見つからなかったらしいですね。その上り下りする際の効果音が見つからず、家にあった脚立をシシャモさんが革靴で引っ叩いてその音を録音したらしいんですよね。
で、なんか他にね、実況やった方々が、このはしごの音リアルと言われてね、すごい笑ったっていうお話なんですけれども、いや、このね、生物の音っていうのはね、すごいですね、やっぱりね。もうそこでしか生まれない SE みたいなね。もう SE もね、エンターテインメントの一つですからね。こう作られたものじゃない音ってそこのその場の臨場感がすごく伝わってくるんでしょうね。いや俺も言ってね、 BGM とか SE なんかをね、実況動画やってても一つ一つすごくね着目しちゃいますね。さらにですね、このゲームの根幹とも言われる部分ですけれども、ザッピングシステムね、先ほど言いましたザッピングシステムですね。これを作ろうと思ったきっかけ、ちょっとハピネスの方でね、ご質問させていただきました。まあ、ザッピングシステム、なかなかね、この物語、この宵闇の影進める上ではね、俺はね、すごく大事な要素だなって。まあ、これがね、もう、ほんと根幹みたいなものなんでね。映画とか、その、ドラマとかね、そういうのでも取り入れられる手法でもあるので、もう、アイディアだけで面白いよね。ザッピングシステムね。キャラクターによって見えてくるものが違うっていうのは面白いよねという発想から作りました。もう、やっぱりアイディアからなんだよね。アイディア発信の、そのテイストみたいなね、うん、すごく大事だと思いますね。もうほんとね、そのアイディア出すのも大変なんだよね。いろいろさ、もう考えたらその日限りのアイディアだったらいいけど、その100日連続じゃあアイディアを出し続けてくださいって言われたら、もうそれなりのこの頭の中でのロジック構成が必要になってくるようなもうレベルだからね。ガジュさん、シシャモさんもね、そういう脳みそなのだと思います。いい意味でね。よくあるザッピングはA で謎を解くと B が進める。そうですね、 A がなんかこのアクションを起こすと、例えばここのスイッチを押すと B がいる部屋のドアが開いて B が進めるようになる。それでザッピングで切り替えて、今度は A を進めさせるために B が、隣の部屋の壁を壊してあげるとか、そういうが一般的なザッピングって言われるシステムだったらしいんですけれども、だけどそうではなく、一方その頃という見せ方だ。この人はこれやってたけど、一方その頃何をやってたんみたいなね、そういう見せ方をまずしたかったらしいんですよね。で、片方が積んだ状態でも進める救済処置を含んだもので周回プレイを意識した結果で、少し違った種類のザッピングにしたと、そういうことらしいんですよね。いやー、本当にね、切り替え方もね、何にも難しいことなくてね、もう簡単にできるし、なんかいろいろ本当にいろんな登場人物のね、この視点があるので、それぞれ感情というか、よく見るとね、そのビルなので、舞台がね、現代オフィスが舞台って言われてるほどなのでビルなんですけれども、よく見るとね、階層ごとに色が違うんだよね、背景の色が、雰囲気が。で、そうなってくるとキャラクターのね、着てる服とかにも多分合わせられてるとは思うんですけれども、なんか感情がね、見えてくるんだよね。この時のこの人のこのパートの感情はこうなんだろうな、だから背景の色ってこうなんじゃないかなって、俺そこまでね、結構深読みしてやってたんですけれども、おそらくね、そういう意図もね、細かいところではこう言ってないけど、裏設定じゃないけどね、もうメタ的なレベルですよね、もう、うん、そういうのもあるんじゃないかなと思いますね。まあそもそもね、ザッピングって意味自体がね、どんなのかっていうと、そのチャンネルを切り替えるみたいなね、意味合いがあるらしいですね。そのテレビでこう1チャンネル、2チャンネル、3チャンネルみたいな、その動作というか、その切り替えられることをザッピングっていうらしいんですけれども、まあ任意でね、その視点を変えて遊べるっていうのは、普通に考えても飽きないもんね。俺もこの宵闇の影、まあ全然 C3 さんのことをまだまだ全然知らない時ですけれども、こんな関わりを持たせてもらうなんて俺想像もしてなかった時ですけれども、まあでもそれでもね、やっぱザッピングシステム、こう視点が変わりますっていうだけでもうすごい引きつけられた思い出ありますもんね。いやー、本当にね、この難しいと思うんですよ、作るのは。そうだって、一つのこの謎、一つ一つ個々の謎が最終的には収束して一つのエンディングを迎えるみたいな流れだとは思うんですけど、そこでね、シナリオ制作で矛盾が生まれないようにしたり、時間が並行して進んでるから、どっちかが遅れてもいけないし、全てをなんか同時進行で作っていくようなイメージなんだろうなって俺は思うんですよね。全てが噛み合った時はすごい面白い作品になるけど、何か一つでも抜けてるとめちゃくちゃつまらない作品になっちゃうっていう、そのバランスの振り幅がね、すごいなって思うんですよね。いや、もうそれを考えてね、作り上げるっていうのは本当に素晴らしいことだと思いますね。はい、ここでですね、まあちょっと今のは制作時のエピソード
まあ、振り返ってというかこういうのを作ったきっかけとかそういうのをね、お話しいただきましたけれども、続いてはですね宵闇の影を作っていた頃と今を振り返ってどうかという内容をねちょっと触れさせていただきたいと思います。こちらもね、ハピネスの方がちょっと質問させてもらってそれでガジュさんシシャモさんから、コメントをいただいたんですけれども、まあ振り返ってどのように思われているか、こちら公開した後から今までああすればよかったこうすればよかったというのはありませんということでね、もう本当にアイデアのすべてを思いついたことのすべてを詰め込まれているっていう印象ですよね。ただキャラクター人気が偏らずばらけたのが意外でした。それがねなんか自分たちの予想と違うことだったらしいんですよ。で作者一押しまいちゃん、まあ黒穴まいちゃんっていうキャラクターがね、こちらホームページの方 C3 さんの動画説明欄にもある、C3 さんのホームページの方からねキャラクターの登場人物、まあそれこそエッシさんのキャラクターですよね、仕上げられたキャラクターたちがちょっと見れるんですけれども、プロフィール的な感じでね、まあその中に黒穴まいちゃんという方がいて、まあ人気はないかなーと思ってたらしいんですよ。まあちょっとね作中でも独特なね性格というかそういうお人なのでね、うん、まあでもそれでも意外とそのプレイした方々からもうまいちゃんいいっていう人がね多かったらしいんですよ。もうそれがすごく嬉しかったらしいですね。いや本当になんか自分のね愛情を込めて作られたキャラクターたちだと思うんですよ。まあその中でねこの子は人気ないな、でも自分は好きなんだよなみたいな、そういうのがねあのすごくいいって言われた時のねそのギャップ、逆風がなんか吹いたみたいな、そういうのはねとっても面白いと思いますね。すごいといいといいことだと思いますね。いや自分はねハピネスはねもう主人公のね、月宮純くんなんですけれども、月宮純がねもうすごく好きですね。なんか王道のザ主人公みたいな雰囲気を持ってるんですよ。あれはねなかなか俺好感持てるキャラクターですね。はい、続いてこちらですね、制作時大変だったこと、これがねすごいんですよ。こちらはねちょっと PV の方にもねちょっと挿入させていただきたいかなって思うぐらいのねレベルのコメントなんですけれども、それぞれ一言ずつ、いただいております。ししゃもさん、ラストの3人ザッピングの実装、まああるんですよ。その最初は基礎編から応用が来てクライマックスで複雑になっていくっていうね、そのザッピングシステムの実装、 UI デザインがすごい苦労したということでね、もうこれは開発人ならではのコメントですよね。 UI デザインが苦戦するっていうのはもう作ったことある人、作ろうと思ったことがある人じゃないと絶対わからない、もう想像の域を俺が超えちゃってるから、いやーもう話を聞いただけでねもう未知の世界が広がってるって感じですね。やっぱりザッピングの実装はねもう一番力を入れるところだけれども力を抜いてはいけないっていう部分だったと思うのでね、プレイしてねあれだけ面白いものって感じれるのはねもう大苦戦の果てっていうことなんでしょうね。いやありがとうございます。はい、ガジュさんですね。続いてガジュさん、修正ではなくシナリオを6度ゼロから書き直したことです。これがすごいよね。いやこれはね逆にこのまあちょっと身近に感じるんじゃないかなと思います。そのゲーム開発とかやったことのない人でもね、まあ何かシナリオだけじゃなくて何かものを書くってねそれって大変だと思うんですよ。やっぱり何かバーって書いて、でもそれじゃ納得いかなくてどこまでやったかわからない、それがクライマックスだったかもしれないし中盤だったかもしれないけれども、まあそれをねなんかここ一部修正とかじゃなくて一回全部消してからゼロからやり直すっていうね、まあその中で論争があり、それこそ最初に言った前作喧嘩していますに繋がってるのかもしれないしっていうね、いやー本当にねこれはインパクトある2つのこの苦労大変だったことコメントですね。いやーなんかねそういう上でフリーゲームって成り立ってんだな、フリーでいいのかよ本当にっていうレベルですよねフリーなんだよこれが、素晴らしいですね。いや本当にね、何事も UI にしてもシナリオにしてもそうですけれども、まあ一つのアイデアから生まれて一つの作品が生み出されてるって感じですけれども、落としどころがないと思うんですよね最初。だから 100m 走みたいな感じであれば 100m バーンって走ってゴールテープ切ればゴールですけど、そのゲーム制作、まあ要はクリエイトですよね、クリエイトってゴールがないと思うんですよね。もう走り始めたらじゃあここまでにしようか、でもここまでじゃ足りないんじゃない、だからもうちょっと先まで行ってみようよとか、でも先まで行き過ぎたら自分たちのいつできるか分かんない、じゃあどこまでやるのみたいな、そういうね
自分たちの中で落としどころを決めて、もうやればやるほど噛めば噛むほど良さが出るのは分かるけどみたいなね。ただ自分が満足いくまで、じゃあその満足度はどこなんだっていう、そういう戦いですよね、もうね。いやー本当にね、素晴らしいと思います。膨大な時間がね、何年単位の膨大な時間がかかってると思うので、素晴らしいですよね。もうね、本当に宇宙飛行士の人たちがそうですけれども、その一つの衛星を打ち上げて星をね、天体を観測するためには、打ち上げて発射してその天体が到達して写真を撮ってくれるまで10年かかる。ただその写真、撮った写真がちゃんとした鮮明な写真になるかどうかは、その時にならないとわからないっていう。またダメだったら10年やり直しっていうね。もう気が遠くなるようなレベル。もうそれとフリーゲームは一緒だと思います。程度の差はあれど、感覚的にね、一緒だと思いますね。配信してからリリースしてからどういう反応が来るかわからない。もうそれがね、エンターテインメントのね、怖いところであり面白みだとハピネスは思うんですけれどもね。いやー大変だったことを聞いてね、そんなことを思っちゃいますね。はい、続いてですね、まあこれはね、聞いているリスナーの方々向けでもあると思うんですけれども、このゲームの宵闇の影のゲームのおすすめのポイントですね。まあそれがどこなのか、ガジュさん、シシャモさんからですね、直接コメントをいただいておりますので、まあぜひね、ちょっとこれはね、やるきっかけにしちゃってもいいんじゃないって俺は思いますけどね。はい、まあ追いかけっこや過度なびっくりドッキリはなく、ゲームオーバーもありません。そうなんです、実はもうやたらとゲームオーバーを繰り返して死にゲーじゃないんですね。もう追いかけっことかね、そういう過度なびっくりドッキリのない、ゲームオーバーのないゲーム。だから安心してできる部分もあるんですよね。それがね、初心者向けだっていう、フリーゲームやったことない人向けでもあるんだっていう、そういう感じにつながってるんだと思いますね。まあ謎解きも難易度、謎解きあるんですけれども、もちろんね、なんか数字を打ったりとか、なんかどこかに行ってこのオブジェを調べて仕掛けを解くみたいな。そういうキーアイテムを手に入れるとか、もちろんそういうのもあるんですけれども、ちょっと考えればわかるみたいな、変な言い方かもしんないけど、そんなに本当に難しいものはないんですよね。だから例えば久しぶりにやりました、一回宵闇の鍵久しぶりにやりました、あれなんだっけこれ、全然解けねえな、攻略サイト見るかみたいなレベルはないんだよね。そう、もうね、頑張ればね、もうやればね、絶対解けるような内容。だからその代わり隅々までちゃんと調べようねみたいな。でもその隅々調べるのも、ここは本当に注意してくださいっていうのをゲーム中で示唆してくれてるのが本当に優しいゲームだと思います。なのでね、ぜひフリーゲームやったことない人もね、この宵闇の影プレイしてみる価値ね、めちゃくちゃあります。もうね、これはね、なんつうの、こういう紹介動画出してるから、ハピネスが宣伝してるからやってよやってよというのではなくて、本当にマジで心の底からおすすめです。あんま言うと嘘っぽいから、連呼しては言わないけど、マジでおすすめです。はい、で、それゆえですね、探索アドベンチャーが苦手な方もやりやすくなっていると思います。こちらね、直接コメントいただいていますけれども、ホラーゲームが苦手、謎解きが苦手という方もぜひね、このフリーゲームっていう触るね、そのきっかけにしてぜひプレイしてみてくださいと、そういうコメントをいただいてますね。いや本当にね、まあオカルトミステリーアドベンチャーっていうジャンルになっておりますので、まあそういうテイストがね、好きな人はやって間違いないと思いますね。はい、まあここまででね、まあざっとですけれども、本当にざっとね、紹介する形になっちゃってますけれども、まあ本当に濃厚で、ガチュさん、シシャモさんから直接コメントがね、こうやっていただけるっていうのは、いや嬉しいですね。いろいろね、こう、あ、そうだったんだ、そうなのみたいなね、そういう内容詰まってますね。はい、まあここでですね、ちょっとね、一部、まあレアリティ度高いですけれども、絵師のきなこさんが書かれたですね、はい、宵闇の影のラフ画の方をちょっと紹介させていただきたいと思います。まあこちらですね、ラフ画ハピネスの方もね、直接ちょっとフォルダーからいただいてまして、まあなかなかね、このすごいんですようわーって思うようなね。はい、まあじゃあ最初にラフ画いきましょうか。1から早速いきましょう。こちらにですね、まあ右からですね、月宮純くん、先ほど言った黒穴舞ちゃんですね、可愛いですね。で、七星かなちゃんと、天地蓮っていうキャラクターなんですけれども、これ最初の設定らしいですね。まあこういう感じでやっていこうかみたいなキャラクターたちはね、うん、こうね、シュシュしてる顔が可愛いね、ゆるくシュシュで結んでる感じいや本当に設定のそのラフ画って感じですね。ただね、この天地蓮くんね、こう登場人物、
まあ、主要の登場人物のもちろん一人ですけれども、4人とも主人公みたいな感じだからね。ただね、これ作中とちょっとね雰囲気が違うんですよ。これ本番仕様ではなくて、そう、天地蓮くんね、そういうなんかこうちょっとキリッとした感じなんですけれども、これ本番仕様でどうなるかというと、こちらですね。はい、もうちょっと髪をバッと上げてる感じのね、おーっつってね、ずいぶん印象が変わるよね。なんかこうきつそうな感じからね、こうやり手っていう感じがね伝わってきますね。まあ俺としてはね、本番仕様のこのラフ画2の方が好きなんだな。もう月宮純くんとなんか対比が取れてる感じでね、ちょっと髪の毛を下ろしてる状態だとね、こうちょっと被るかなっていうイメージもなくはない、そういう印象を受けなくもないんだけど、こうするとねキャラクターごとのその個性がねすごく出て、俺こっちの方が好きですね。うん、もうイメージもね、キャラクターの性格がね顔を見てわかりますよね。素晴らしい描き分けだと思います。はい、さらにはですね、こちらが本ちゃんの絵になりますね。もうこのままです、この通りでゲームに出てきます。めちゃくちゃクオリティ高いじゃねえかっていうねいやもう本当にね安心してできるゲームですね。いや素晴らしい。いやもうねちょっとねいろいろ思い出しますね。もうキャラクター一人一人のその心がねもうちょっと思い出されちゃうんでね、俺は泣きたい気持ちになってくる部分ですけれども、感動ももちろん詰め込まれてるんでね、いやいいですね。はい、さらにはですね、劇中出てきますこちら子供時代のやつですね。まあどこで出てくるかはね、一部レア的な要素もありますけれどもまあそれはねやってみてのお楽しみっていうところになっちゃうんですけれども、もちろんねこの紹介動画ねネタバレは含まないので、はい、まあこのね可愛いよね、もう雰囲気出てるもんね。ただそのじゅんくんとかのそのこれが面白いんでね、大人になってこう大人しさが出てきました。けどなんか子供の頃はめっちゃやんちゃだよみたいな、そういうねこの成長の感じられるこのネクタイとこの頭の間のその空白の期間じゃねえな、成長期間ですね、そういうのはね俺はねすごく好きですね。うん、いやもうかなちゃんにしろまいちゃんにしろ、もうみんなあ容姿端麗ですなっていうそういう風に成長していくんだろうなっていうね、可愛らしいですね。はい、さらにはですねこちらお父さんサイドです。天地蓮くんのお父さんと月宮純くんのお父さん、こちらもね劇中に一部出てくる方々ですけれども、いやもうこれラフ画の状態ですけど線画になってますけれども、劇中で見るとねもっとねしっかりもちろんパッとね出てきてね、もう色合いなんかもねきちんとねこうシックな感じになってるのでね、いやもうこういう場面もねぜひ楽しんでいただきたいですね。お父さんたちが出てくるシーンも、はい、でさらにはですね最後の1枚になっちゃうんですけれども、こちらですね。はい、まあこれはちょっと一部ね本当にあまり深くは触れられないシーンのところになるんですけれども、劇中のねイベントシーンみたいな感じなので、これが指示書ですね。純がエレベーターから這い上がるシーン、これやったことある人ね、おおあそこかっていう風になると思うんですけれども、これがマジね俺ね初めてこの指示書のねサンプルをいただいた時にね爆笑してしまったシーンね、このアングル的な参考です。右にカナがしゃがんでる状態っつって、このワンコですよまさにそんな感じみたいな、いやー面白いですね本当に。こういうところがねギャグセンスが面白いですよね。はい、まあこんな感じでねラフ画の方もねとても面白いですね。もう見ていてねいろいろ思い出されますね。まあこれ作るのにもね、こう書き上げるのにも、このキャラクターたちに命が吹き込まれるのもね相当大変なね時間があると思うのでね、一筋縄ではいかないっていう、そういう感じがね、そういう感じの印象もね受けますね。はい、でこちらにですね続いて、まあもうほぼほぼ大詰めのクライマックスに近いんですけれども、まあここでね、まあ、制作時とは関係なくなんですけれども、ガジュさんシシャモさんからね、まあこれはね俺がこういう風にしてくださいというなんか質問を飛ばしたわけではなく、もうガジュさんシシャモさんからのもう自らの発信のフリートーク、コメントをねいただいてますので、これすごいですよねC3 さんのコメントだぜ、やべえよマジで。はい、こちらね、やっていきたいと思い、読み上げていきたいと思います。はい、まずねガジュさんシシャモさんからの順番で参りましょう。はい、ガジュさんこちら、宵闇の陰で初めてドット絵を打ちました。そうなんですね、林道でもちょこちょこ改変の延長みたいなことはしてたけど、まあ林道っていうのはね、林道狂乱の花っていうのが C3 さんのその作品の一つのタイトルであるんですけれども、そちらの作品でもちょこちょこ改変の延長みたいなことはしてたけど、ちゃんと打ったのは初めてだった。もう宵闇の影はね、そのガジュさんにとってもチャレンジの
するタイミングだった一つの作品という感じですね。はい。で、シシャモさん曰く、今では C3 を支えるドッターですねっていうね、このドットの打ち込みっていうのもね、いや、もうどんな作業なんだよっつって、もう本当にね、やべえんじゃねえかっていう想像しかないですね。やろうと思う、そのまず気概のモチベーションが、好きじゃないとできないって感じですよね。はい、続いてですね、リリース後にやりきり落ち込み。はい、やりきり落ち込み、もうこれはもう作った後ですね。ようやく、まあ変な言い方かもしれないですけど、ようやく解放されたというか、ようやく完成したっていう、そのやりきった感に来る、そのギャップというか反動ですよね。そういうのあると思います。はい。テストプレイではシナリオが散々叩かれてたらしいですね。まあそれがね、先ほどのその大変だったことに入ってる、そのシナリオを6度から0、0、6度、0から書き直したことに起因してると思うんですけれども、その影響を受けてですね、15キロ痩せましたと。いやいやいや、自分の経験、自分自身のね、ハピネスの自分自身の経験を振り返っても、そこまでね打ち込んだことは果たしてあるだろうかと、なんかちょっと記憶を探っちゃうぐらい衝撃的なコメントですけれども、いやーすごいですね。大丈夫体調ってなっちゃいますよね、もう本当に。でもユーザーさんからはそういうのがなくて安心しています。そのシナリオですね、うん、シナリオが散々叩かれたりとかそういうのはなくて安心しているね。え、まあシシャモさん曰く、ムッチンプリンの嫁を返してくれと思ってたよっていうねいやー、もう15キロ痩せたら目に見えてわかるだろうからね。やべえよマジで、すごいよ、もう本気の本気ですよね。じゃなきゃあんな細かいの絶対できないもんな。いやもう体調に気をつけてくださいと。もう次ね、サイコパスっていう次の作品も制作かかってるわけですから、 C3 さんね。うん、まあその時もね、本当にあの体調にはだけは気をつけてください。あなたたちがいなければゲーム、この手のゲームたちは生まれないんですよっていうね、それをねちょっと願いたいですね。はい、続いてですね、同じくガジュさんからですけれども、毎作協力してくれる方々がいます。その人たちの頑張りを無駄にはしたくない。でもシナリオとか一切知られてないんですけどね、必要そうな情報のみを渡して好きにやってくれっていうのがスタイル。それ C3 さんのスタイルなんですよ。すごいですよね。うん、ほんと信頼してるからこそみたいな感じですよね。うん、まあリリースしてから、そのそういうスタイルなんでね、リリースしてからこうなったんだってハピネスさんもなったと思うけどっていうね、コメントをいただいてるんですけれども、無駄にはしてないからっていうね、シシャモさん曰く、みんなあの指示書でよくやったよと、まあコメントいただいてるんですけれども、ここでちょっとハピネスの名前出させてもらってるのはですね、実はですね、まあ今一番ね、今制作されてるサイコパスを除いてですけれども、C3 さんが作られてるゲームの中で、ウォーキングベッドという作品がございまして、そのウォーキングベッドっていうね、ゲームの、まあハピネスちょっと声の出演を、主人公で社畜くんがいるんですけれども、もう社畜ですね、そのままの文字の通り社畜くんですね。でウォーキングベッド、まあテイストからしてはベッドを追いかけるゲームっていう、そういう内容で、もうぜひねこれはやっていただきたいんですけれども、まあそこで、ハピネスこう声の出演をねさせてもらって、アクションボイスみたいな、あとはストーリーのちょっとイベント中のねセリフなんかも、やらせてもらっているんですけれども、その時にねいただいたその台本みたいなのがあったんですけれども、セリフの一覧がねこうバーっと書いてあるんですよ。でこういう感じでお願いしますとか、指示がね、カッコ閉じで書いてあったりとか、まあそういうのもあるんですけれども、それをねひたすらこういう雰囲気なんだろうな、うん、こうだ絶対こうなんだろうなと思いつつ、思い浮かべながらやるんですよね。まあもちろんね、作品のテイストをこういう風にやっていきますっていうのは聞いてたので、まあそれに見合った状態、うん、ベッドを追いかけてる時ってこうだよなと考えつつ、いろいろねそうやった記憶はすごくありますね。うん、いやもう本当にね、あれはね、その C3 さんとね、最初実況だけだったんですよ。宵闇の影をこうプレイして、でそこからねいろいろつながりが深まっていって、そんなところまでね、機会を与えてくださるというね、もう C3 さんはねちょっとハピネスにとっては特別な存在なのでね、まあ俺としてはね、もうあの指示書っていうものを用意していただけるだけで俺はもうすごく嬉しかったというか、もう十分ですっていうぐらいだったからね。うん場合によってはね、なんかニュアンスしか伝えられないってことありますからね、何事にしても。うん、
はい、まあ、続いてですね、こちら、ししゃもさんからのフリートークのコメントをいただいてますけれども、こちら一作目からオブジェクトアニメーション、まあ、タンスが開くとか、先ほど言ったあれですね、引き出しを引いたら引き出しが開くで、本を開けば本が開くっていう、その調べた時にアクションが起こるやつですね。でタンスが開くとかは作り続けてる、もう最初からのそのスタンスなんですね、 C3 さんので。今も変わらず作り続けてるアニメーションが何かというと、トイレの蓋パカパカするやつらしいんですよ。まあトイレね、トイレがありますよね。まあ今回も現代オフィスビルなんで、良い闇の影もね、まあ当然トイレがありまして、でトイレ入っていくと、まあもちろんね、この洋式の場所に入れるんですけれども、蓋をパカパカできるんですよ。しかも連打するともう超早く連打できるっていうね。ぜひこれね、みんな皆さんチャレンジしてもらいたいと思いますけれども、まあ特に何があるってわけじゃないんだよパカパカするだけなんだけど、で、ししゃもさんがね、まあもちろんその実況でそのシーンとかをね見てみると、みんなすげーパカパカするっつって、もうみんなやりたいんだよねあれね、パカパカね。俺もやってたと思うもん。うん。で、まあプラスね、こう皆さん向けのそのパカパカ大好きな人向けのコメント、こちら安心してください、最新作でもパカパカしますもうガジュさんからね、こうちょっと一歩引いたところがの、なんだこれっていうコメントもねいただいてますけれども、いや面白いですね。はい、さらにですね、ししゃもさん続いて、ボツシナリオを今になって見返すと、当時はボツにしたんだけど、これはこれでいいよなって思う。いやそこ気になるよね、何がどうなってボツシナリオなんだろうみたいな、いやどんなボツシナリオだったんだろうって俺もね、そこが気になっちゃう。こうなる予定ももしかしたらあったんだみたいな、そういうのがねちょっとワクワクしちゃいますよね。見えないんだけどさ、うんね、もう本人たちしか知らぬ世界ですね、もう一つの世界線じゃないですけれども、まあガジュさんね、それ聞いてね、え何度書き直させたと思ってるんみたいなまあもう何度も言いますけれども、6度0から書き直しですからね想像を超えますね。はい、続いて、宵闇の影といえばタイトルエンド、エンド4、まあ4種類あるうちのエンド4ですね。おすすめのポイント、もうこれをね見るがためにこのゲームをやっていただきたいぐらいのおすすめポイントでも書きたいぐらいって書かれてるんですけれども、コメントいただいてるんですけれども、ガジュさんの、まあちょっとここはね、あのやった人にしかこうちょっとネタバレになっちゃうんで、まあ伏せ字でいきますけれども、〇〇から途切れることなく〇〇に行く、もうこれはねエンド4を見ればね、あそういうことかっていうのがねすごくわかります。ぜひ見ていただきたいですね。あの難しいことはありません、見ようと思えば見れますはい、実現はねすごく大変だったらしいんですけれども、出来上がった時、自分でテストプレイした時、鳥肌が立って実況でも同じような反応してくれる人がいて、この演出はやったなってね、やってやったぞってなったらしいんですよね。いやもうそれが出来上がった時はね、もう喜びっていうのはもう達成感はもう快感が走るんじゃないですかね、電流が走るってやつじゃない、もうこう体のお腹の底からうわーって広がっていくやつ、すごいと思いますね。いやもうね本当なんか劇中のねその BGM とかそういう演出って、そのシーンでしか使われない部分、まあもちろんタイトルなんていうのも、タイトル曲なんかもそうだと思うんですけれども、スタートさせちゃったらその劇中ではなかなかねそれが流れないと聞く機会がないんだけれども、せっかくねこの絵師さんとか、まあタイトルの映像もそうですよね、絵師さんとか作曲さんがね一丸となった渾身のね、作品の部分なので、まあそういうのも取り入れて、で一つのものをね完成させるという、そういうねなんか思い入れというか、その気遣いっていうのかな、そういうのがねすごく強い方々なんですよね、 C3 さんという方々はね。いやもうだからね、俺もねこうハピネスの方もね、あーすごいなって、なんかこの人たちと関われるなら本当に嬉しいことだなって思えるんでしょうね。うん、まあそのね、その〇〇の演出の方なんですけれども、まあガジュさん曰くね、このその〇〇の演出をねやった時に、ガジュさんが最初にこうしてって言った時、いや無理でしょうってなったけど、まあやってよかったでしょっていうね。いや本当にね、何事もね無理だと思うこともチャレンジすれば実現するみたいなね、人の感動につながるんだみたいな、そういう印象を受けるコメントですね。はい、まあ最後にこちらシシャモさんコメントいただいております。マイちゃんの愛がすごいんだよ、マイちゃんのドットの絵のモーションがすごい多いらしいんですよ。実はこの劇中のお話になっちゃいますけれども、マイちゃんのドット絵のアニメーションモーションですね、モーションはすごく一番多いらしいんですよね、バリエーションが。
ねえ、いやもう本当にね、制作陣も愛情を注ぎ込んでるっていう、そういうキャラクターらしいですね。まあ絵師のきなこさんとね、ガジュさんの一押しですからというね、もうちょっとね、もう特別なちょっと位置にいるんでしょうね。いやーもう本当にね、ここまででね、バーッと紹介させていただきましたけれども、いや本当にね、この制作時のエピソードから、ザッピングシステムを作ろうと思ったきっかけ、大変だったこと、おすすめのポイント、しかも本人たちからのフリートークとね、でさらにはラフ画もあるでしょ。いやもう本当に濃厚なねコメントをねわざわざいただきね、もうこうして紹介できることもね、ハピネスとしては本当に嬉しいですね。こんな機会も得られるなんてね、思っても見なかったんで。いやまあね、それはまあさておきなんですけれども、俺のね思いはさておきなんですけれども、ぜひね、まあここまでのね濃厚な作品、まあちょっと時間長くなっちゃってますけれども、本当にね、これだけのね思いが詰め込まれた作品、宵闇の影一つの作品をとってもこれだけのね思いがね詰め込まれてるっていう素晴らしい作品ですね。もちろん実績もあるしっていう、もうぜひね、何度も言うようですけれども、フリーゲームをやったことがある人、まだね宵闇の影を知らない、C3 さんも知らなかった、でもこれをきっかけで知った、フリーゲームはいつもやってるけど宵闇の影を知らなかった、それかもうフリーゲームは全くやったことないけどちょっとやってみようかなと思ってる方々に、全員にね、もう広い人たちに向けておすすめしたい作品、しかも触れても間違いないって思えるね、強くね、ハピネスの方からも強くね、こうやってくださいぜひって言いたくなるような作品なのでね、もう言っちゃってるもん、もう言っちゃうもん、もうやってもうやってって言っちゃうと言っちゃう作品なんでね、いや本当にね興奮が止まらないですね、こうやって話しててもね。はい、まあこんな感じでもう本当にまとめさせていただきたいですけれども、素晴らしいですね宵闇の影、一つのねなんかフリーゲームの中では大きなタイトルの一つとなってると思いますので、いやぜひぜひね皆さん改めてチャレンジしてみてください。はい、まあこんな感じで、C3 さん宵闇の影のね紹介動画の方を締めくくらせていただきたいと思いますけれども、最後にですね、ハピネスの方が、宵闇の影を題材にして1分程度の PV なんかもね、ちょっと作らせてもらったので、そちらの方をね最後の最後にご視聴いただいて、こちらのラジオ動画もね、終わりとさせていただきたいと思います。はい、まあここまでね、まあ50分ぐらいなんでね、収録時間がこれ一本にまとめんのか、大丈夫か俺って思ったんですけれども、まあね本当にたっぷり濃厚なそのね思いが詰め込まれた作品なので、これぐらいなるのは当然でしょうとこれぐらいなるよなやっぱって、そのぐらいの思いでね、改めてね投稿させていただきました。はい、まあそんな感じでね、最後に PV の方お楽しみください。はい、それではね C3 さん、リーダーのねガジュさん、シシャモさん、それで絵師のねきなこさんのね、ラフ画なんかも含めた、宵闇の影紹介動画でした。お送りしたのはハピネスダンクのハピネスでした。また皆さんお会いしましょう。さよなら、バイバイ。